独立リーグドラフト候補徳島インディゴソックス加藤響堅実な守備と長打力が武器の内野手東海大相模で4番を打ちその後東洋大学に進学するも退部徳島では1年目から4番を打ち 打率3割を残した実力は確かなものだ埼玉武蔵ヒートベアーズ町田隼人独立ナンバーワンとの呼び声も高い強肩強打の大型捕手鋭いスイングで広角に本塁打を打てるのが最大の魅力高校時代のチームメート 西部の金子工事の後を追いプロ入りを目指す栃木ゴールデンブレーブス清水武蔵勝負強さと器用さを兼ね備えた内野手野生味あふれるプレースタイルは観客を魅了するオリックスのスカウトは飛ばす能力もあるブレがないとコメント 栃木ゴールデンブレーブス石川圭介小柄ながらパンチ力のある打撃が魅力の外野手栃木では4年間で3割近い打率と12本のホームランをマークした大卒選手と同年代になる今年念願の指名なるか茨城アストロプラネッツ 大友総二塁送球1.8秒の強肩とパンチ力のある打撃が武器の捕手4月には3打席連続ホームランを放った今年で25歳即戦力捕手としてプロ入りを目指すオイシックス新潟アルビレックス知念大成 今年のイースタンリーグ首位打者に輝いた身体能力の高さが魅力の外野手、プロ相手に5打数5安打を記録するなど、即戦力としてプロ入りが期待される今日の動画はここまでです。ごご視聴ありがとうございました